菊子の部下藤はシダ植物文忍部か菊子の部族の植物で常緑性の多年草である。着生植物で葉の形が菊に似ている。根茎は長く匍匐し多数の根を出して岩などに着生する。根茎は径約1から1.5ミ、mm、リメートル一面に褐色の輪辺をつける。葉は根茎からまばらに出て、 長さ十数センチメートル、その約半分が傭兵である。傭兵の基部は褐色を帯び、次第に緑色になり、まばらに臨片をつける。傭身は三角っぽいか五角っぽい形で、うじょ基部の方で少し二回う上に裂ける。葉質は硬くて厚みがあり、新緑で表面には艶がある。葉裏はやや色が薄く、滑らか。どちらの面にも葉脈はほとんど浮かない。 葉の円は丸い虚子が並び、裏側ではその切れ込みのところの内側に一つずつ、放子農群がつく。放子農群は円形の包み膜に覆われる。湿気の多いところの岩や樹幹に着生する。小柄なので他の植物に紛れやすい。名前は菊尾しで忍ぶに似た植物で、葉の形が菊に似ていることによると思われる。確かに荒く裂けたその葉の形は、 栽培種の菊のそれに似ている。日本では、紀伊半島、四国南東部、九州南部と琉球にあり、国外では広くアジアの熱帯域に分布し、アフリカにはない。島菊の部菊の部族は、アジアの熱帯域を中心に約40種が知られる。日本産の同族の種としては、琉球列島に、島菊の部下等がある。全体に、菊の部に似ているが、 葉が2回から3回以上に避ける。天み南の琉球列島と小笠原諸島の一部に分布し、国外では台湾とマレーシアから知られる。小さくまとまった形と厚みのある葉から干渉価値が高く栽培されることもある。ただし、湿度の管理など栽培そのものは難しく、本種をうまく栽培できる腕があれば、大抵のシダは栽培できるともされる。 日本ではもともと分布域が限られている上、上述のように栽培用に採集されることで、個体数が著しく減少しており、絶滅危惧種に指定されている。ありがとうございます。